レオナルド・ボヌッチは、イタリアラチオ州ビテルボ出身のサッカー選手。イタリア代表、ユベントス FC に所属。ポジションはディフェンダー。AS ビテルベーゼ・カルジョのユースでキャリアをスタートし、2005から06シーズンに、インテル・ミラノへ、レンタル移籍し、シーズン終了後に、インテルが、保有権を買い取り完全移籍した。2007から08シーズンは、トレビーゾ FC へ、 2009年1月27日には、ピサカルチョへそれぞれレンタル移籍した。2009年7月1日、ディエゴ・ミリーとティアゴ・モッタのインテルへの移籍に伴い、フランチェスコ・ボルゾーに、リッカルド・メッチョリーニらと共に、ジェノア CFC へ保有権を譲渡され、さらに、ジェノアからエース・バーリへ共同保有の形で移籍。2009から10シーズンは、バーリでアンドレア・ラノッキアと、 センターバックでコンビを組み、堅固な守備で、バーリの躍進を支えた。2010年7月1日に移籍金1550万ユーロで、ユベントス FC と5年契約を結び、完全移籍することが発表された。移籍して1年半は、不安定なプレーが多かったが、アントニオコンテ就任後3バックの中央に、置かれてからは、安定したプレーを見せた。 2015年1月25日のキエーボ戦で、ユベントスでの200試合出場を達成。2015から16シーズンには、UEFA チームオブザイヤー2016に選出され、セリエ A ベストイレブンとセリエ A 年間最優秀、選手賞を受賞。2016年12月には、ユベントスとの契約を2021年まで延長した。 2017年2月17日のパレルモ戦では、セリエ A300 試合出場を果たした。2017年5月17日に行われた、コッパイタリア決勝の SS ラツ予戦では、チームの2点目となるゴールを決め、コッパイタリア連覇に貢献した。2017年7月20日、2022年6月までの5年契約で、AC ミランへの移籍が発表された。 背番号はユベントスでも着用していた19番。リッカルド・モントリーボに代わって首相にも就任することが決定した。2018年1月6日の FC クロトーネ戦では、ミランでの初得点を決め勝利に貢献した。3月に行われたフルス・ユベントスとの対戦では、一時は同点となるゴールを決め喜びを爆発させたが、1から3で敗れた。 2018年8月2日、ユベントス FC に1年ぶりに復帰することが発表された。契約は5年間で遺跡金は3500万ユーロであることも発表された。同時にマッティア・カルダーラが AC ・ミランに同額で遺跡しているため実質的なトレードであった。背番号は以前着用していた19番。2020から21シーズン。 開幕節のサンプドリア戦でゴールを挙げ、12月5日、トリノ FC とのダービーでは決勝ゴールを決めた。2010年2月28日、カメルーンとの親善試合に臨むイタリア代表メンバーに初選出。カメルーン戦ではスリーバックの一角で先発出場を果たした。2010FIFA ワールドカップにも選出され、6月3日のメキシコとの親善試合では、 代表初得点を挙げるも、本大会での出場機会は訪れなかった。ユーロ2012では、アンドレア・バルツァッギとコンビを組みレギュラーとしてプレーし、イタリアの決勝進出に貢献した。2014FIFA ワールドカップでは、グループリーグ最終節のウルグアイ戦で、初めて出場したもののグループリーグ敗退に終わった。ユーロ2016のメンバーにも選出され、 グループリーグ最終戦のアイルランド戦では、ジャンルイジ・ブッフォンの不在で、キャプテンとしてプレー。ラウンド16のスペイン戦では、無得点に抑え勝利に貢献し、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。2021年3月25日、北アイルランド戦にて、代表100試合出場を果たした。ユーロ2020のメンバーにも選出。大会では準々決勝のベルギー戦で、 キエ・リーニとの連携でルカクを抑え込むなど、準決勝進出に貢献。準決勝のスペイン戦延長 PK 戦では3人目のキッカーとして PK を成功させるなど、決勝進出に貢献。試合後観客席に上がり、グランドに戻ろうとしたところグランドに侵入しようとした、ファンと間違えられ警備員に取り押さえられるアクシデントが起きた。決勝のイングランド戦でも守備での貢献のみならず、 1>, 1から1の同点とする同点ゴールを決め、PK 戦でも PK を成功させ、52年振りとなる大会優勝の立役者の一人となった。また決勝における34歳71日でのゴールは大会最年長ゴール記録となった。ありがとうございます。